皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフの久しぶりです。アボアボ。モンちゃんです。はい。はい、ということでめちゃめちゃ綺麗なところ来ましたね。見てくださいこの山。最高っすね。最高。え、ここはどこかというとどこですか。いいよ。あ、今日ふざけらん。ちょっとやめとく。多分もう追放される。追放される。ちょっとやめてください。今回はね、はい、まあ、僕がもう兵庫県やったら、まあ、もちろん兵庫県僕一番好きで、で、まあ、日本全国でも僕多分一番好きなゴルフ場ちゃうかなっていうゴルフ場に来ました。はい、で、まだ僕全国ね、全箇所行ったことないんで分かんないんですけど、まあ、今のところ僕の歴代の中ではトップのゴルフ場、はいはい、僕が一番好きなゴルフ場に今回来て、撮らせてもらってます。どうかと言いますと、ザ・サイプレスゴルフクラブというところにお邪魔しております。お邪魔してます。ついにこんな時が来るとはもう最高です。最高っすね。で今回はガチのラウンド動画を撮っていくんですが、はい、まあ、今回ここで撮れたのにはわけがあって、はい、まあ、ある一人のプロの方が、はい、で撮れるようにこう結構、ね、頑張ってくれて、で、まあ、その子のおかげで今回ねここで撮影できることになったんで、はい、今回はねそのプロがなんとゲストとしてね、はい、登場してくれるんで、皆さんに紹介したいと思います。じゃあちょっと来てもらっていいですか。間にこんにちは。こんにちは。ザ・サイプレスゴルフクラブ所属の、井上圭太プロです。はじめまして、所属プロの井上圭太と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。別名ガッチャマンという。はい、ガッチャマンです。ガッチャマン。ガッチャマンだ。はい、今日はだからもうガッチャマンで、はい、行きたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、おいくつですか。何年生まれかな。平成6年、ね、平成6年から、はい、僕らの今年7、ね、そうですね、27になりました、はい、で今からねこう、まあ、どんどん多分出ていく人なんで、はい、ぜひ皆さんで、ね、応援の方もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年結構いろいろツアーも、そうですね、1回ダイヤモンドカップに出たり、あ、でこの間も日本オープンの一次予選通ってるんで、また本当に、はい、もしかしたらそうですね、出れるように頑張ります。はいはい、ケイタプロとはねよく試合とか行くと、まあ、ご飯とかもそうですね、一緒にプロテストも同級ですね。そうですね、はい、一緒に通ったんで、はい、身長結構でかい。そうですね、77。伸びた。いや、ちょっと大きくなったかもしれない。伸びたな、はい。まだまだこれから成長していってるんでね、はい、どっちかというとケイタプロはこう飛距離というよりこう結構もう安定したショット力。そうですね、もう丁寧なゴルフが、ね、魅力の一つなんで、はい、ぜひ皆さんねそこも注目していっていただけたらなと思います。はい、ガッチャまで大丈夫そう。あ、もう大丈夫です。もうこのウェアがガッチャゴルフって言って、はい、ガッチャゴルフ、僕契約プロしてるんで。ガッチャじゃないですよ。でもガッチャガッチャゴルフ、ガッチャゴルフって言うんで。あ、そうなんや、はい、もうガッチャマンで。ガッチャマンで今日はよろしくお願いします。はい、ということで、はい、今回この3人で、まあ、井上圭太プロのねおかげで本当にサイプレスで回れることになったんで、はい、もう本当に感謝します。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当にありがとうございます。じゃあ早速、はい、今からちょっと練習して始めていこうかなと思います、はい、というわけで皆さんご視聴よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では始めましょう。アボアボはい、ということでついに来ました、1番ホール417。そうですね、パー4。ここはちょっと右ドッグですか。はい、右ドッグしてて、セカンド、まあ、若干ティーショットからなんですけど、はい、打ち上げになってて、フェアウェイキープしていかないと狙いづらいので、うん、ちなみになんですけど、右曲げるか左曲げるかやったら、キャディさん今日ピンどこになるんですか。手前。手前だと、まあどっちかって言ったら右の方がマシかなと思います。なるほど、はい、まあ、どっちもどっちですけどね。なるほどね、はい、じゃんけんしますか。はい、最初はグーじゃんけんほい。はい、最初はグーじゃんけんほい。さすが、さすが隊長。狙い目はフェアウェイ右サイドの方がいいですね。はい、モンちゃんは、まあ、右の森の上からの、うん、じゃあお願いします。お願いします。いい景色やね。最高や。おお、完璧。モンちゃん200、これ60ぐらい。240ぐらい。40ぐらい。謙虚やな。じゃあ俺結構右の方がいいか。
そうですね。あの左のさ、あのこう曲がり始めてるとこあるやん、はい、あの辺までどんくらいなの？260ぐらいですか。あ、じゃあ刻んでもまあある突破なんでドライバーできます。はい、お願いします。お願いします。ちょっと林の中かも。いきなり林です。ジャスリックさん1番使います。よろしくお願いします。はい、お願いします。おお、 OK。 ちょっと左サイド、ちょっと左か、はい、うん、はい、ということで、はい、サイプレスゴルフクラブでは乗用カートなしなんですよ。はいはい、こうやってキャディーさんが手押しカートで横までクラブを届けてくれるっていうシステムになってます。なんか北海道来たみたいですそう、でもなんかほんまに北海道来てる気分がなあ。だからその大阪からやったら、まあ、1時間半とか2時間で、うん、北海道に来る、来れるというなかなか兵庫県でこの雰囲気味わえるっていうのはないね。はい、ね、はい、いや最高っすね。最高や。もう帰ってもいいぐらい。いや、まだ始まったばっかり。一回しか。もう十分です。フェアウェイキープしてるから、はい。フェアウェイキープして、もう帰ったらもう言うことない。そうそう。あそこキープしてんよって。自慢話できるのか。そう。いや、ほんとこの1番なかなか難しくて。むずいな。え、皆さんここで手こずって、はいはい、ちょっとサイプレスは難しいってイメージになっちゃうので。僕昔刻んだ覚えありますね。まあ、飛ぶ選手だったらね、残りエッジ150ヤードぐらいに置いておくのがベストかなっていうのは。なるほど。あります。これエッジ表示やね。全部エッジです。ピン何ヤードでしたっけ？ピンは6です。8番で行きます。打ち上げエッジ160かな。やってもうた。難しいな、最初です。絶好の位置やってん。はい、ちょっと引っかかるんで、ピンまで155ヤードなんですけど、ちょっと5番アイアンで、低い球でいきます。ちょっと左ですね。やっちゃいました。やっちゃってます。1番ホールから。ただ、見てください。ちょっと前空いてますね。137ヤードで、ちょっと前空いてるんで、低い球で、7番アイアンで、ちょっと低い球で行こうと思います。2バウンドぐらいでグリーン乗ってくれたら。おお、でかいよ。あ、うまい。お、完璧。あら、うまくいきました。全員乗らんかったらどうしようかなと。ナイスです。あのフェアウェイにいる方が手が出なくて。褒めてない、褒めてない。褒めてない。やってもまたな。モンちゃん全然足りなかったんですよ。めっちゃトップした。あ、トップ？うん。飛ばないトップした。うん。やられた。サイプレスの罠や。そう、罠じゃないけど、あんまメインの罠じゃないと思ういや、タフですね、いきなり。タフやわ。このホール結構むずいかもしれんな。あ、そうだ。うん。あ、刺身ええとこだ。あ、バーディーチャンス。あ、ケイタプロが左に。ガッチャンこれむずない？めっちゃむずい。しかもラフ結構長いんで、20ヤード残り、58度で、はい、芝に負けないように。高め？そうですね、ちょっとふわっといく感じで。うえ、はい、やばい、やばい、さすがやな。ありがとうございます。大丈夫そう。やばいわ。56度で。だいぶ打てんかな、バンカー。2年ぐらいで。前の撮影から打ってへん、バンカー。大丈夫。うまい、ナイス、はい、ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。基本ね、サイプレス
カジさん結構目言ってくれるんですけど、はい、まあ、傾斜に沿って目があるのと、はい、まあ、ちょっと映してもらっていいんですけど、あ、ちょっと映らないか、向こうに山があるんですけど、向こうの山から基本的にクラブハウス、向こうを向いてずっと目があるんで、まあ、コース全体がそういう風な目になってます。いやこれは意味わからんところから割り出すというか結構横目になるんで、うん、最後フックあるめちゃ曲がりそう、はい、ナイスパー、ちょっと影かかるんで抜いていいですか。はい、すいません。いやこういうところ本気がいいですね。ステータプロちゃんと本気でやってくれてます。今日はガチです。ガチじゃないからねわー、おー右に行った、うまい、ボギーね、汚い、入れたかったけど、入れたかった、入れたかったな、あれもう外した頭の中もう外してる、入れたかったな、これ頭の中外してるやーい影で見えんかった、惜しい、はい、どんまい、入れたかったな。いや、サイプレスはむずいということですね。一番ね、結構難しいんですよね。で、ティーショットやっぱりフェアウェイキープしとかないと、まあ、かなり難しいですね。ケータプロもアプローチめっちゃうまくいっとったけど。刺身プロはもう最高です。いや、僕は結構たまたまですけど、ね。いや、もうあの木の下からっていうのも素晴らしいですね。で、たまたま空いてたんです。俺の負けは。でもやっぱり低く打つのってなかなか難しいじゃないですか。確かにね。で、特に林の中でライも難しいと思うんで、やっぱさすがですね。あら。もう、ケータ君そう言っていただいたらもう帰れますわ。あ、でも、たまたまセカンド寄って、たまたまパター寄って、たまたま入ってパーすもんね。はい。はい。はい。やったらたまたま。サイプレスはこの1番をいかに気持ちよくいけるかで今後変わってくるんで、皆さんも一番は気をつけてラウンドしてください。そうですね。はい。470ヤードのロングホール。はい。結構短い。短いですけど、まあ結構打ち上げていくんで、はい、まあ実質体感で言うと500ヤードぐらいのロングですね。で、今日、ここ2段グリーンなんですけど、はい、ピンが手前なんで、まあ僕たちプロからしたらちょっと取りたい。ロングホールになりますね。なるほど。はい。ティーショット、まあ、右バンカー2つありますけど、まあ、これ左ドックしてってて、はい、左に行くとノーチャンスなんで、まあ、最悪右バンカーでもいいかなぐらい。そうなんや。はい。まあ、でも絶対フェアウェイの方がいいですけど。まあ、それはね。はい。左ダメってなっても、これなんか、あれやな。右がちょっと、そうなんですよ。カット軌道を打ちにくそう。当たって真下に落ちましたね。ないバンカーだね。でもあのは確かに、でもあの木に当たるんやな。当たってない。近く見えて遠いね。そうですね。近く見えるよな。なんかなんでこんな近く見えるやろ。なんか余裕でこうしそうやなと思ってんけど。ああ、うん。いいね。あれでどこまで行くんやろな。あ、バンカー。バンカーか手前か。はい、はい、でもいいとこですよ。1個目のバンカーまで考えたら242、ちょっと狭いの。うん、そう、これ完璧、さすが、さすがガッチャマン、ガッチャマン、ガッチャマンいいやん、ガッチャマン様になってるやん、やっちゃったよ俺。まあでもあそこだったらまだ真下に落ちてるんで、林じゃないんで、はい、ギリ大丈夫かな。ドライバーがちょっとあかんな。なんかこう、この2ホール打ち上げでスタートするじゃないですか。はい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 、だからちょっとこう、なんていうかな、球をこう上げに行っちゃうかもしれない。そうですね。で、1番がどっちかって言ったら右ドッグレッグ、うん、2番が左ドッグレッグで、やっぱりそのイメージもフェードからドローになるんで、あ、そういうのでもやっぱりティーショットが難易度が高くなってるってところがありますね。まあ、距離短いですけど、本当にこうやっていろんな球を打てないと、
なるほど。サイプレスはスコアが出ないので、すごい、まあ、僕たちプロにとっても練習になりますし、かなり戦略性の高いコースですね。こうでも一般の人は分からないぐらいの深さがあるね。そはい。なんか、ね、ま、回れば回るほど面白いと思いますよ。景色がいいもん。この山見てください。ちょうど今年で会場30周年で。30周年。はい。でこの木とかもできた当初はそこまで大きくなかったんですけど、結構大きくなってきてて。同じ年じゃん、もんちゃん。え？あ、そうやね。サイプレスと同い年です。1991年やね、ここ。はい。え、ポンちゃん40じゃないの、今年。40。おないやん。なんか、失礼みたいな。めっちゃラッキーや。いいやん。これでもほんま左入ったらちょっとやばいな。そう。240でした。はい、これグリーン左サイドにバンカー3つあって、はい、やっぱりあっちに行くとなかなか寄りづらいので。なるほど。しかも2段グリーンなんで右サイドに行ってる方がまあいいかなって感じですね。了解しました。ミユーでちょっとカットマン打ちますわ。ガッチャマンじゃなくてカットマン。2番ユーティリティのカットボールでいきます。でかそう。ちょっとでかそう。ちょっと行ってみましょうか。はい、ピンまで残り上り入れて210なんで、5番ユーティリティで。ユーティリティ何本まで入ってるんですか？僕はクリーク入れてないんで、クリークの代わりに3ユー、3番ヤの代わりに4ユーで、4番ヤの代わりにこの5ユー入れてます。なるほどね。3本入れてます。はい。偵察のセッティング動画もね、また。お送りすると思うんで、ね、ちょっとドロップした。あ、ちょっとラフに負けちゃいましたね。なるほど。まあでもいいとこやで、はい、右手前やから、はい、さあボンちゃんチャンスよ。ちょっと危ないな。これにしたんだ。これこれ、あ、これが一番打てるかもしれない。205やろ。205。3番は無理。上がらんたま。助かったやな。いやな。3番アイアンで。あ、行くんや。いや、言うて次2ユーだって言われた。おぉ！いいショット。頑張れ！頑張れ。バンカーかな。左バンカーですね。めんどやめ。やば。お前、いや、いいショットやったけどな。いいショットでしたけどね。あ、なんか右あんまり。まあ、アプローチもちょっと右に行くと難しいんですけど。バンカーよりはマシかな。そうですね。距離が短いんですけど、やっぱりグリーンサイドにこういう罠があるんで。うん、まあ、良かったイーグルも狙いますけど。はいはいはい。まあ、逆にパーだったらちょっと、まあね、しんどいかなって感じですね。気持ち的にね。やっぱりフェアウェイキープです、ここは。そうですね。はい。しとくと、やっぱり難易度が全然変わってくるので。確かに。2番からでも、まあ、いけそうっちゃいけそうやったんですね。そうですね。見た感じ。はい。左はほんま、僕はラッキーやったから、あれやけど。あれが結構配信の中入っちゃうと、うん、もうほんと出すだけになって。なるほど。はい。かなり難しくなるんで。いや、そういえば前行ったわ。前行った時はそれ。はい。なんかこんな短いロングでボギー打ってなんかめっちゃストレス溜まってましたね。そうですね。まあパーでもストレス溜まるのにボギーだったらもうだいぶ帰りたくなっちゃいますね。もう帰らへんように頑張ります。はい。帰ることならないもん。大丈夫。やばいな。やばい。でもバンカーええ感じや今日。あ、そう。え、そうだよ。まあ確かに2連続でバンカーですもんね、うん、今。ちょっと今日はバンカーたくさん打たせてもらうわ。これも1番と同じで20ヤードのアプローチで、まあロケーションも似てるんでちょっと58でふわっと行く感じで行きます。はい。でかいか。あれ。うおお。でかいか。あれ。うおお。カップ当たったね。ちょっと大きかったですね。ナイス。
56で。あれ？ゴーラフに入ってもらった。どこ行ったんすか？え？あ、ラフ？ああ。やっぱ。バイクってやばいよ。まあよくちなみにアマチュアさんも同じようになってます。手放しちゃうだ。やばいよこれ。この時期やっぱりラフも深いですし、かなり難易度は高いっす。やっちゃってます。アンカーを打ち上げてください。焦ってるやろ。やばいよ。いくつ乗るかやばいやと。いくつ乗ると救済受けれへん。アンプレ。うわあ。うわあ。うまい。はい。バリ早いやんな。シャツにプロのとこからだったら、そうですね、かなり下りになるんで、早いっすよ。めちゃめちゃ速いと思うんですよね。傾斜もあるし、目もあるから。本当に、ふわっとした球でいかなかった。うまい。これで、どう？早っ。ナイス。まあ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 。ナイス。はい。早いじゃん。そうですね、傾斜もすごいんで、やっぱり早いっすよ。さあ、もんちゃん、パーパット。まあ、入れたらパーやから、言うても。とぼけ。あー、ほぼほぼ入ったな。5.5? うん、5.5。えい。うまい。はい、かな。洗礼浴びてんな。これは下りのスライスで、はい、まあ、若干順目になるんで、はい、まあ、結構早いラインなんで、まあ、タッチ合わせつつ、はい、緩まないように。はい、ガッチャマン。ガッチャマン。ガッチャマン。マズバック。ガッチャマン。ガッチャマン。いいね。いいね。さすが、さっきやっぱ外してたやつをこう入れてくるっていうのがね、さすがっすね。なんならさっきよりむずそうなライン。これはもうまっすぐやな。そうですね。まあ、ほぼカップ内。スライスとフック両方あり。オーケー。ナイスバディ。ナイスバディ。アボ。アボバーサスガッチャ。ナイスバディ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 。はい。はい。食いとこ。バランス崩れ。昔のケータ。バランス井上。バランス。バランス。懐かしいですね。昔ケータマジでバランス気にそうだから。荷物持つのも嫌で。こうやったもんな。そうっす、こうっすね。ずっとこうやったもんな。スーパーとか行っても絶対カートで。もうこんなん終わり。いや、もう絶対無理。どれだけ傾いてる。サイプレス、3番ホールにお茶飲めるとことかもあるんで。暑い夏は。うわ。ありがとうございます。素晴らしいサービスですね。はい。カメラマンさん、どうぞ。ああ、ま、美味しい。畑の水じゃないの。池の水？麦茶。あ、麦茶の味できた。農家はすぐ、水は池の水や思うから。動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ぜひね、井上啓太プロの応援もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。アボ。アボ。アボアボ。